藤井聡太竜王、名人率いるチーム藤井聡太ら予選突破全8チームが決定。前回覇者の T 永瀬は、下克上、狙うエントリー T と1回戦で激突、将棋、アベマトーナメント2024。将棋界で話題の早指し団体戦、アベマトーナメント2024の予選 D リーグ第3試合が7月27日に放送されました。対戦カードはチーム佐々木対エントリーチーム。この試合に勝利したエントリーチームが本戦進出最後の切符を手にし、予選全12試合が終了。各リーグの上位2チーム、計8チームが本戦進出を決めました。注目のチームと対戦カード。チーム藤井聡太。注目の藤井聡太竜王、名人、王位、王座棋王、王将、棋聖、22、率いるチーム藤井聡太は、C リーグ1位で本戦進出を決定しました。藤井聡太竜王、名人は、レジェンド、羽生善治九段、53、と青島未来六段、29、との強力な団結力を武器に、個人戦を含め3期ぶり5度目の優勝を目指しています。初戦の相手は、現在開催中の王位戦七番勝負でも激突している渡辺明九段、40、率いるチーム渡辺。この対決は、将棋ファンにとって見逃せない一戦です。チーム永瀬、前回覇者の永瀬拓矢九段、31、率いるチーム永瀬は、B リーグ首位で本戦入り。予選での堂々たる戦いぶりを本戦でも見せつけるかどうかが注目されます。1回戦では、過酷なエントリートーナメントを勝ち抜き、予選でもその勢いを保ち強さを発揮したエントリーチームと対戦。豊富な経験を武器とするチーム永瀬か、下克上を狙うエントリーチームか、白熱の戦いが期待されます。チーム手島とチーム斎藤。同世代で結成されたチーム手島は、同学年トリオのチーム斎藤と激突します。豊島将之リーダー、34、と斎藤慎太郎リーダー、31、の戦いは、同じ年に生まれた2人の対決として注目され、どちらが勝利を手にするか見ものです。チーム稲葉とチーム中村。第5回覇者の稲葉陽八段、35、率いるチーム稲葉は、新進気鋭の弟弟子2名とタッグを組み、王座奪還を目指します。1回戦では、新たにリーダーとして参戦する中村大地八段、36、のチーム中村と対戦。どのチームが頂点に立つのか、超早指し戦の激闘に注目が集まります。予選通過チーム、A リーグ、1位、チーム渡辺、2位、チーム中村。B リーグ、1位、チーム永瀬、2位、チーム斎藤。C リーグ、1位、チーム藤井聡太、2位、チーム手島。D リーグ、1位、チーム稲葉、2位、チームエントリー。アベマトーナメント2024の概要。アベマトーナメントは、第1回と第2回が個人戦、第3回から団体戦に移行し、今回で7回目の開催となります。リーダー棋士11人がドラフト会議に参加し、それぞれ2人ずつを指名して3人1組のチームを編成。残りの1チームは、指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントで勝ち抜いた3人で構成されるエントリーチームとして参加します。予選リーグは3チームずつ4リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出します。試合はすべて5本選手の9本勝負で、持ち時間5分、一手ごとに5秒が加算されるフィッシャールールで行われ、優勝賞金は1000万円です。トーナメントの展望、初戦で1位同士が対戦するという展開には驚きがあり、収録時期や他の事情が影響しているかもしれません。特に、チーム藤井聡太とチーム渡辺、エントリーチームとチーム永瀬の対戦は左ブロックの死のブロックともいえ、藤井聡太竜王、名人の戦いが修羅場になることが予想されます。一方、右ブロックではチーム中村、チーム斎藤、チーム豊島、チーム稲葉が激突し、こちらも見逃せない戦いが展開されます。個人的な展望、個人的には、チーム藤井聡太が本命ですが、エントリーチームが決勝に進出する姿も見てみたいです。どのチームが優勝するのか、将棋ファンとしてこれからの展開が楽しみです。注目の本戦は8月3日、チーム藤井聡太 VS チーム渡辺の豪華カードで幕を開けます。